자, 시청자 여러분 안녕하세요. 엄근입니다. 프로야구 스피릿츠 2020 선발 투수 유희관 키우기 시작해 보겠습니다. 자, 유희관 지난번 7월 10일까지 경기로 해서 13승 3패 성적 거뒀고요. 자, 오늘은 요미우리와의 다음 선발인 요미우리 자이언츠와의 1차전이네요. 2경기 중에 2연전 중에 1차전에 선발 등판 되어 있는데요. 자, 그럼 14승 도전해 보도록 하겠습니다. 자, 일단 그 전까지 경기 어떻게 되는지 한번 봐볼게요. 패승. 자, 그러면 14승 도전 갑니다. 유희관. 자, 유희관 요미우리 자이언츠 상대로 14승 도전 갑니다. 얼마 전 그 정성훈 편에서 유희관이 만났죠. 물론 이제 정성훈 키우기에서는 유희관 만나는 게 가능하지만 유희관 키우기에서는 어렵습니다. 정성훈을 고시엔부터 시작한 게 아니어서. 자, 유희관 13승 3패 0.83 아주 좋아요. 赤星さん、まずはどちらのチームが先制点を取るのか注目ですよね。まあそうですよね。そういう意味でも 제구로 승부. 120. 최고속도 120. 딱 꽂혔고 구석에 제대로. 좋아. 유격수. 세이비야? 노아웃 ランナー 1塁です. 자, ご覧ください. 先ほどの プレーになります. 야, 이게 또 아니 어깨들이 왜 이렇게 약해? 와, 바로 뛰네. 유희관이 구속이 약하니까. 그렇지. 스타 삼진 좋고. 이 形でアウトが取れましたね. 오, 좋아. 아, 저거를. 놓치냐. 일단 초구 스트라이크 잡고. 오, 저거 잡아왔어. 오, 파울 다행이다. 아, 중간 수비에 来てますから, 어느 루에 送球するかの 일순의 판단이 중요になってきますね. 나름대로 そうですか. 아. 미역대 볼. 야. 그렇지. 오, 좋아. 나이스. 소토 후라세마시타. ここで 선제점을 与える わけにはいきません. 삼진데 2아웃です. 좋았다, 좋았어. こういった形で攻撃の流れを切っていきたいですよね. 메인 バッターボックスには 5番の ウィーラーが入っています. 하이패스트볼로 잡고. 그렇지. 슬로우가 좋았고. すぐに追い込みました. 바깥쪽 하나 가자. 그렇지. 좋아, 유희관. 보라 いただきましょう. 핀치의 場면でしたが 연속 삼진에 切り抜けました. ちょっとね, 위기 잘 탈출합니다. 오, 좋아. 팀 타선 2점. 그래, 이래야지. 정성훈의 그 한신 타이거즈는 진짜 너무 약해. 초기우지. ここは 打ち上げています. 굿샷. 14승 가는 겁니다. 昨日の ゲームは マルチアンダーを 記録しています. 오. 오씨, 야, 홈런인 줄 알았잖아. 라이트가 取りました. 2아웃です. 8番 バッターは キャッチャー 스미타니. 2아웃になっています. この回のリュウ 2球で アウト. あっという間に 2アウトです. まあ、積極的に打っていくのはね 悪いことじゃないんですけどね. はい, そうですよね. 바깥쪽 한 번 더. 아. 근근 打球が 伸びている. 아. 바로 또 왔네. 타 바타와 1루이 겟테 2루이 니카우. 바타 ランナーは 2루이 마데 스윙마시타. 2아웃 ランナー 2루이.
さあバッターボックスには先発の菅野が入っています。まあここは自分を助ける意味でもスライドを狙っていってほしいですね。そうですね。あーはー、さあ得点圏にランナーを置いた場面です。緩いボール決まっています。膝元ワンボールツーストライクです。ああ外れましたけどいいボールですよね。スライダーだと、はい、変化球わずかに外れてボール。クロッチここは投げ勝ちました。なんとかここは抑え切りました。非常にいい変化球のキレを見せました。あー、バカチョが아주좋았어요。희관종의활용이아주좋아요。ジャイアンツ打順よく1番から始まります。バッターは吉川。おー、좋아。いや、先ほどはしぶとい内野安打でしたね。やはり足が速いのは武器になりますね。本当にそうですね。スローカーブ。ベイスターズリードで向かう。그렇지。完璧調整、좋아요。ワンアウトです。素晴らしい投球を続けています。하나만더。打順は2番丸。先ほどの打席、最後は見逃し三振に倒れています。前の打席はちょっと消極的でしたよね。はい。ここは思い切っていってほしいですね。ナイス。목적먹혔죠。プッシャー。まずは先頭バッターを三振に仕留めています。バッターは3番岡本。제구만좋은데서センターへヒットを放ち初球打ち高く上がった。さあどうだ。おお、다행이다야。あ、확실히難易度がプロスピンで。これでマルチヒット。제일높은難易度잖아요。わあ、근데실초한번나오면애들잘치네。得点圏にランナーを背負った場面です。ナイス、좋고。キレがありますよね。はい、変化球が決まっています。ストライクを先行させていきます。追い込みました。インサイド打った。セカンドの左取った。一塁アウトで。クッシャー。さあ先ほどのシーンリプレイでご覧。2점차계속유지하고있고4回の表追いかけるジャイアンツの攻撃。약간좀특정권찬스가나오긴하지만유건계속잘하고있어요。어아이게또바로앞에떨어지냐。ノーアウトランナー一塁です。확실히구속이느리니까어쩔수없어。先ほどの打席は内野フライ。어병살。セカンド取った。아이렇게늦게던져이루수。송구왜저럼。さあ一塁にランナーを許しています。バッターは松原。そして一塁ランナーは亀井。まあここはランナー走ってくるかもしれませんよ。おお、ナイス。動いてくるでしょうか。スローカーブ打ちました。高いバウンド。ショート前に来る。二塁へ。セカンドホースアウト。진짜スピリチュネ병살나오기가쉽지가않아。スミタニ。先ほどツーベースを打たれたバッターなんで、ここは長打にも気をつけたいですね。そうですね。ブシャ。高いバウンド。ロペス。1塁アウトで3アウトチェンジです。先発の菅野がバッターボックスに入ります。ピッチャーの打席ですからしっかりアウトを稼ぎたいですよね。そうですね。2球目打ちました。あ、セカンドの右抜ける。ほほ、先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー1塁です。打順は1番に帰ります。バッター吉川。バントだんだ。今日は盗塁を決めています。バントしました。いや、ポス、どが。戸柱。一塁送球。おお、アスラスです。際どいタイミングでしたが、一塁アウトです。ご覧いただきましょう。ここで素晴らしいプレーがと。アスラスだった。バッターボックスの丸、今シーズン得点圏での打率は2割5分となっています。まあ一発が持ち味のバッターですから、率としてはいい方かもしれませんね。ここも大きいのを期待してしまいますね。ああ、そうですか。これは手が出ないか。ストライクを取ります。さあ追い込みました。あー、いい選球眼を持ってますね。はい、インコースわずかに外れてボール。これでフルカウント。그렇지。おお、들어갔어、들어갔어。わー、頑張っています。2アウトランナー2塁です。ランナー2塁はそのままです。あー、구속은느리지만공회전수가엄청납니다。위관실제로도그랬죠。変化球がいいところに決まりました。これは手が出ないか。ストライクを取ります。ここはあっという間に追い込んでいます。그렇지。空振り三振に切って取りました。アウト、スリーアウトです。ピンチを切り抜けました。配球表をご覧いただいています。ゾゾマリンスタジアムからお送りしていますゲームは6回の表に入ります。追いかけるジャイアンツの攻撃。バッターボックス坂本。
先ほどの打席はセカンドインサイド落ちました。あセカンドの右抜ける。これで4試合連続安打。ノーアウトランナー1塁です。バッターボックスには5番ウィーラー。先ほどの打席はライトへヒットを放っています。ヒットでランナーを1塁に置いています。まあ向こうは併殺を狙ってると思いますから絶中にはまらないよう気をつけたいですね。なるほど。高めのボール打ちました。伸びていく。どうだ。わースタンドに入りました。同点のツーランホームランです。シュート나오니까바로넘겨버리네。ああ、ここで同点に追いつかれる一発を浴びてしまいました。ベイスターズ追いつかれました。いや、インサイドの難しいボールでしたけど。ああ、역시최고난이도。打ちました。お、どうだどうだ。おう、ボールはそのままフェンスに直撃。無理。バッターランナーは二塁まで進みました。これで三連打。ノーアン、ここはうまく引っ張られました。あー、バカチョウキ少しランナーを背負った場面です。今相手の攻撃がつながってますから、ここでビシッとアウトが欲しいですね。うん、そうですよね。さあ、そのマウンド上のリュウ、この上送りバントだ。あーっと、捕手、ナイス。アウト、決めることはできませんでした。ワンアウトランナー二塁と変わっています。さあ、そして打席には住谷が入ります。さあ、ワンアウトになりましたが、得点圏にはランナーが残っています。この球は見送ります。よどい球、わずかに離れています。ファウルです。バッターの住谷、今シーズンの得点圏打率は2割。クロッチ空振り。ここは空振りアウトを取りました。ファウルです。야、이렇게높은공실투나오자마자야홈런날린거대박이네。いや、そこはちょっと手が出ないですね。スライダー、アウトローの変化、グッシャー。空振り。ここはランナーを変えさせません。この回点は取られましたが、ここで食い止めました。ご覧いただきましょう。レン、スライド105。おお、4대2、좋아좋아좋아。7回の表、ジャイアンツ。ああ、역시ベイスターズ강팀이야。吉川がバッターボックスに入ります。아직14승의희망은있습니다。아그리고사실이실점이면퀄리티스타트죠。見逃して三振です。まず一つアウトを取りました。これでご覧いただきましょう。最後は見逃し三振。슬로우커브로초구。오この辺りはどうか。아씨、너무난발해도안되네。그냥장타맞았거든요。バッター1塁決定、2塁に向かいます。バッターランナーは2塁到達。そしてこれが今シーズン20本目のツーベースヒット。さあ、そしてバッターボックスには岡本が入っています。さあ、ランナーを得点圏に背負っています。外、低めに変化球が決まります。すぐに追い込みました。아하、バッターボックスの。아、슬로커못던지겠어。저쭈뚜게맞은거보니까。그렇지、슬라이드좋아。ここは投げ勝ちました。ツーアウトになっています。ご覧いただきましょう。最後は三振を奪いました。こういった形で攻撃の流れを切っていきたいですよね。공이느리니까홈런만할수도있기때문에。インコース低めの球、ストライクを先行させていきます。追い込みました。フッシャー、걸쳤다걸쳤어。なんとかここは抑えきりました。ご覧いただきましょう。最後は素晴らしいコースに投げ込んできました。いい球ですね。120km。 오、교체했고、나이스。오、유이간14승성공합니다。なんとか逃げ切りました。赤星さん、今日はよく戦ったと言ってもいいんじゃないですかね。まあそうですよね。相手エースを。자、유이간실질적으로전반기마지막선발등판이었고요。자이제요미우리자이언츠와의2차전이후에이제올스타전있는데과연유이간이올스타전등판할지。자일단은요미우리와18일경기마지막경기일단보겠습니다。아패배。오、유이간올스타전선발됐네요。자그럼유이간의올스타전등판경기가보겠습니다。자올스타전갑니다。야유이간올스타전에서바로그냥또뽑혔어요。그래서선발투수중에뽑혀가지고1회부터등판합니다。오유이간좋아요。
올스타전은 또 다르죠. 또 에이스들만 모인 경기 때문에 전반기 14승 유의가 대단합니다. 올스타전까지 나오고 올스타전이라고 해서 뭐 따로 유니폼적인 변경은 없기 때문에 ルーキーをオールパシフィック打線がどう打ち崩していくか非常に楽しみです。本当に良い打ち上げてしまった。ここはフライになっています。取ってワンアウトです。バッターは2番に入っている吉田龍。まずは先頭バッターを打ち取っています。最初は変化球できました。ストライクです。ナイス。これがボール2ストライク。オスタ전에서도굴하지않는우리유희관ボールカウントは2ストライクです。おいい打球だ。伸びていく。どうだ。入ればライト見送った。先制ホームランです。オスタ전ホームランを前に持ってオールスターという晴れ舞台で嬉しい。いやインサイドの難しいボールでしたけど、あースタイカーに잘잡았는데확실히공이구속이느리니까그냥넘겨버리는インサイド変化球決まっています。심지어제우가제대로된공이었는데バッターは4番柳田。ツーアウトになっています。初球空振りです。もう一度한번더変化球が低めに外れます。これはバットが泳ぎます。追い込んでいます。1ボール2ストライク。ナイス。当たりません。三振。スリーアウト。2回の裏オールパシフィックの攻撃。打順は5番中田。打ちました。ナイス。ピッチャーゴロです。取りました。アウトワンアウト。バッターボックスには指名打者のグラシアル。まずはワンアウトを取っています。最初は変化球持ってきました。ストライクです。変化球タイミング合いません。あっという間に2ストライクです。ナイス。空振り。ツーアウトになりました。지금자리다시잡은것같기도하고2아웃ランナーありません。아오다행이다노볼1스트라이크です。2球目打ちました。와저걸구석으로잘던졌는데저걸또안타를만들어야되네。2아웃ランナー1塁。バッターは8番キャッチャーでマスクをかぶっているカイ。ヒットでランナーを1塁に置いています。ナイス。キレがありますね。今度確かにキレがいいように感じますね。引っ張った。わあ。안먹혀안먹혀。オールパシフィックチャンスになりました。ツーアウト二塁一塁。オスタ전다르네확실히。連打でチャンスを広げた場面となっています。いい形でつなげましたね。さあオールパシフィック追加点のチャンスを迎えています。外へのスライダー、ここは見極めています。ナイス。ボス。ブッシャ。スリーアウト。아점수를못내주네。3回の裏オールパシフィック打順よく1番から始まります。バッターは源田。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。オールパシフィック1点リードで迎える3回の攻撃です。ブッシャー空振り。ワンアウトです。バッターボックスには2番吉田。まあ前の打席はストレートを打たれましたから、ここはストレートの使い方を考えたいですね。なるほど、この打席のポイントになりそうですね。ナイス。さてこの吉田どういったタイプのバッターでしょうか。ミートが打ちました。センターが抜ける。ノレラ。ここはセンターが抑えています。ツーアウトです。打順は3番浅村。先ほどの打席はセンターフライに倒れています。前の打席はインサイド。弾き返した打球はセンターへ。うわ、ホームランじゃなかった。3アウトです。아맞네 3회까지만던지네오그래도2대2돼서패전투수면했고4대3오좋아좋아좋아オールパシフィック痛い敗戦となってしまいました。小宮山さん、オールスターゲーム初戦が終わりました。さすがプロというプレー。자유희관올스타전에일단1차전에등판했고요、네、두번째경기에는등판하지않을것같기때문에그냥결과만보겠습니다。자이렇게해서전반기끝냈고요유희관은토탈14승3패의성적거뒀습니다。자그리고나서하반기시작할때와바로
그첫경기부터유희관이등판하네요이거는유희관이그1선발됐다는겁니다와로테이션대단합니다유희관자그러면하반기첫경기야쿠르트스왈로즈와의경기로15승도전가보도록하겠습니다자유희관하반기첫경기야쿠르트상대로시즌15승도전갑니다어제1선발로로테이션된거나마찬가지예요대단합니다유희관아방울보세요야쿠르트스왈로즈가지금리그4위죠좋고굿샷バッターは2番に入っている西浦龍まずは先頭バッターを打ち取っていますマウンド上のピッチャーは龍そしてキャッチャーはミネイこのバッテリーをスワローズ打線がどう攻略していくか引っ張ったナイス宮崎アウトスワーとバッターは3番の青木あー金田君ごめん青木今日の先発ピッチャーは龍ここまで14勝をマークしています。防御率も現在リーグトップです。ユガ特有のスローカーブ。それにしてもよく抑えてますよね。まあ防御率がね物語ってますよね。ここまではいい内容だと思いますね。非常に好調な様子が伺えます。外れましたか。いいボールでしたけどね。膝元変化球がわずかに外れています。またファウル。아까좀슬라이더보다는スローカーブ한번더。打ちました。아끈질겼다。나이스1塁アウトで3アウトチェンジです오3점2回になります이런또15승도전깔끔하게가져打席には4番バッター村上さてベイスターズの先発は龍今日が18試合目の投手2球目打ちました아저런행운이한테안좋은데先頭バッターを出してしまいましたノーアウトランナー1塁ですさあランナーを1塁に背負いますバッターボックスには宮本ここはエンドランを仕掛けてくることも想定しておきたいですね。ナイス。さあランナーをどう生かしてくるか。打ちました。グッシャー、병살코스。柴田。一路。セカンド送球。一路、좋아。アウトダブルプレー。打席には6番バッター中山。スワローズダブルプレーでランナーなくなりました。引っ張った。高いバウンド。取った。一塁送球します。一塁。おお、ナイス。3アウトです。야4대0里崎さん点差を広げた状態ですと확실히베스타즈팀타선이좋으니까승리투수되기좋네어뭐야저게1 2강갈랐어나당연히이브스가잡을줄알았는데ノーアウトランナー1塁です8番バッターはキャッチャー中村ヒットでランナーを1塁に置いています나쪽한번더アウトコースファウルスライダー外れます打ちました。와저행운이한테뭐야ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。아これで5試合連続安打。ノーアウトランナー三塁一塁。さあ打席には先発の小川が入ります。さあ得点圏にランナーを置いた場面です。見送ってボール。アウトコースこれは見送ってボールです。内へこれは決まった。ここは絶対抑えたい場面です。그렇지。このピンチは空振り三振。ワンアウトです。실점하면안된다。打席には塩見が入ります。さあアウトカウントが一つ増えましたが、まだピンチは出していません。まあこういった要所を締めて切り抜けてほしいですね。なるほど、そうですよね。그렇지。お。外れましたけどいいボールですね。インローのストレート、いいボールです。打ちました。병살。取った。2塁そのまま入ってフォースは1塁転送はアウトダブルプレー4回に入っていきます追いかけるスワローズの攻撃バッターは2番西浦よくしユイガン先ほどの打席はサードゴロに倒れていますバンマインプロジムよリードで迎える4回ですさあ里崎さんリードをインコース詰まりましたこの打球はフライになっていますフッシャーが抑えていますワンアウト
打席には3番バッター青木。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。まずはワンアウトを取っています。いいボールが行きましたね。ストライク味キレのある変化球が決まっています。ノーボールツーストライク。変化球で空振りを取ります。バッターは4番村上。まあ、さっきはストレートを打たれましたから、ここは変化球中心で考えた方がいいかもしれませんね。なるほど、組み立てのポイントになってきそうですね。変化球を浮かび、3アウトチェンジ。小宮山さん、野手の援護もあってここまで伸び伸びとしたピッチャーは投球が続いてますね。初球打ち、このフライはヒットになりそうだ。ヒットになった。先頭バッターを出してしまいました。変化球が悪いな。ランナー1塁です。打席には6番バッター中山。先ほどの打席はサードゴロに打ちました。あ、이거병살조금달라나오되네달리기느리네요1塁送球アウト。ダブルプレー。병살타많이만들어야네。ここはどういうチームになるんでしょうか。まあそうですね、選球眼のいいバッターなのでストライク先行でいきたいですね。なるほど、どういった攻めを見せてくるか。低め、これは決まった。ワンボールツーストライクです。見逃し三振。3アウト。わあ、6点よ。今日はストライク先行の投球で、打順は8番中村。まあ前の打席はストレートを打たれましたから、ここはストレートの使い方を考えたいですね。うん、そうですね。そういったポイントを抑えた配球になる。インサイド落ちました。これはどうか。このフライはどうだ。落ちるか。バッターボックスには代打の雄平。さあ里崎さん。ここで変えてきましたね。まあここは薄いで対処していってほしいですよね。そうですね。負担も少し軽い。1点4上がりだもんね。ファウルです。一三番の危険だ。いげ바로。打ちました。ナイス。柴田。ツーアウトになりました。打順はトップに帰って塩見。先ほどの打席はショートゴロ、併殺打となってしまいました。ツーアウトランナーありません。ここ、いや、角度のあるクロスファイヤーいいですね。はい、高めのストレート、ストライク打ちました。セカンドが取る。ナイス。1塁アウトで3アウトチェンジです。もう이번에ワンツーしきれな。ここまで無失点と快調に飛ばしますね。確かに体力と前に生そう。やはり点差はピッチングに影響してくるもんなんですかね。まあそうですね、点差もありますから大胆に攻められますね。まあこのまま最後まで行ってもらいたいですよね。そうですね、この好調なインサイド打ち上げました。打球はセンターへ。ここは打ち上げています。バッターボックスには3番青木。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここは前の打席の配球も踏まえてのリードになりますよね。はい、さあどういうリードになるんでしょうか。龍、まずは先頭バッターを打ち取っています。打ちました。取った。アウト、ツーアウト。打席には4番バッター村上。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れ、インサイド落ちました。フェアかファールか。おー、わずかに振り切りました。ファールボール。変化球タイミング合いません。ノーボールツーストライクです。打球は宇宙間へ。ここはフライになっています。梶谷が掴んで3アウトです。あー、8点よ。5番バッター宮本。前の打席はストレートを打たれたんでね、ここはどういうリードするかですよね。なるほど、そのあたりバッテリーは警戒していかないといけませんね。打ち上げた。ポスタバ。変化球に泳がされてファールグラウンドへの当たりでワンアウトです。打順は6番中山。先ほどの打席はショートゴロ、併殺打となってしまいました。まずはワンアウトを取っています。ほんちょナイス。打ち上げました。ファールグラウンドへのフライです。変化球に泳がされてファールグラウンドへの当たりでツーアウトです。7番バッター坂口。先ほどの打席最後は見逃し三振。打ちました。あー、抜けていきます。これでマルチヒット。2アウトランナー1塁。バッターボックスは8番中村。先ほどの打席はレフトフライに倒れています。先ほどはアウトになりましたけど、あわやというような当たりでしたが、2球目打ちました。ナイス。セカンドうまくさばいて1塁アウト。3アウトです。いや、9回まで던집니다。完封を予感させる投球でここまで来ています。打ちました。おー、좋아。ロペス。
ナイス60。打順は1番に帰ります。バッター塩見、今日はまだ当たりがありません。龍、まずは先頭バッターを打ち取っています。ファウルになります。引っ張った、これはどうか、三遊間抜ける。塩見、今日の初ヒットがここで出ました。ワンアウトランナー一塁です。打席には2番バッター西浦、今日はまだ当たりがありません。前の打席はちょっとヒヤッとするような大きな当たりでしたよね。ここは長打を警戒しておきたいですよね。打ちました。セカンド取った。二塁を送ります。二塁アウト。わあ、오늘진짜병살타몇개야。あ、좋았다。今日は見事な完封で白星を挙げました。DeNA ベイスターズ先発の完璧な試合で勝利しました。小宮山さん、見事な無四球完封勝利となりました。今日の投球ご覧になっていかがですか？そうですね。자오늘이제전반기끝나고후반기올스타전이후에이제후반기심지어후반기첫경기에유희관이1선발로등판을해서오늘2승추가해서토탈15승3패가됐습니다시즌15승달성했고요유희관은올스타전1차전에서1선발로등판까지했습니다베이스타즈는요미우리자이언츠랑5경기반차그다음에준이치랑도6경기차계속유지하고있고요이제부터는가을야구에가기위해서이제지키는야구만하면될것같습니다유희관다승왕도전도충분히가능할것같고요자프로야구스플릿2020선발투수유희관키우기오늘방송여기까지하도록하겠습니다시청해주셔서감사합니다